とアウト1つで優勝という慶応、エースの木澤に変えて2年生の名前をマウンドに送りました。昨日勝ち越しホームランの2年生の蛭間、初球です。あ、いい当たりだ、センターに上がった、センターバックする、バックしていって入れました。早稲田逆転、昼間の2試合連続ホームランは早稲田の優勝をまだつなぐ逆転ホームランになりました。そして昼間との対戦を迎えます。ワンアウトランナーなしの場面となりました。去年の秋早慶戦第2戦以来の両者の対戦となりました。まず1球目145キロ、当然名前はお母さん気持ち入ってるでしょうね。そうですね、かなり強気に投げてますね、はい、変化球です。去年の秋そのホームランを打たれた直後マウンド上で崩れ落ちたこの名前、試合後には悔し涙を流しました。確かはい、バックスクリーンに入れられたボールも変化球だったと思うんですけども、はい、変化球でもきっちりと腕を振り切って投げてほしいと思いますね、強い打球です。ライトの右を抜ける打球、昼間は一塁ストップ。因縁の対決、早稲田の昼間が名前からヒットを打ちました。